こんにちは、群馬の八幡ギフトの浅野香織です。小豆島国際観光ホテルの朝食バイキング、種類も多くてとても美味しかったです。で、食べたらすぐにチェックアウトをして、オリーブ公園の近くにあるオリーブビーチにやってきました。こちらとても清潔に保たれている静かなビーチで、波がとても穏やかなんですね。で、海水温は結構高めでした。それほど広いビーチではありませんが、海の家は 2,3 軒ほどはあって、必要なものは全部そこで揃います。駐車場とトイレと足洗い場が無料なので、ちょっと来て遊ぶっていうこともできます。海の家の食べ物メニューはとても豊富でした。ラーメンとか、あとタコス、焼きそば、ホットドッグ、フランクフルト、カレーとか唐揚げですね。あとビールとビールのおつまみの枝豆とかポテト、それから甘いもの、かき氷とかも揃ってますね。各種ドリンク類。小豆島の漁師 YouTuber として有名な浜優さんのサワラのたたきなんかもありました。メニュー豊富で美味しそうですね。そうですね、結構たたきまで、オリーブ公園の方にやってきました。クラフト体験などは感染症の流行によってお休みになっていたんですけれども、お店などはやっています。暑いね、ほんと。そうだね。いいな、オリーブ。絶対売れるわ。この風車の場所はですね、魔女の宅急便の危機になりきってほうきにまたがってジャンプして写真を撮るっていう場所です。私は黒いワンピースをわざわざ着てですね、赤いバンダナを巻いて日傘で飛ぶおばさんっていう写真を撮ってきました。だからオリーブってさ、ほら地中海がさ原産で、そっちの方で栽培が盛んじゃない？だからそこにはアナアキゾウムシっていうのがいないんじゃない？でも日本にはアナアキゾウムシっていうゾウムシの種類がいて、うちのオリーブの葉っぱも食べるけど、それがいるんで困っちゃったっていう話だよね。そうね、オリーブソフト食べよっか。ちょっと待って、今ね千円札じゃないとないな。まさくんに聞いてみて。私も食べたいな。
オリーブ色のポストってちょっとまだどこにあったかわからなかったね。